県庁で開かれた会議には副知事や危機管理部長らが出席し、森土規制法に向けた対応と県内で見つかった不適切な森土について情報を共有しました。森土規制法は熱海市の土石流災害を受け危険な森土などを全国一律の基準で規制するもので明日から施行されます。会議では。 熱海土石流災害の崩落の起点に残る不安定土砂の撤去について今月末までに撤去する計画で進めていたものの雨などの影響で進捗に1ヶ月程度遅れが生じていると説明ただ来月末までに完了させる予定で9月に予定されている警戒区域解除への影響はないということです。 一方、静岡市葵区の杉尾日向地区の不適切盛り土については期限内に工事の着手がなかったことから速やかに行政代執行に入る方針が示されました昨年の7月にです、ね、県の盛り土条例そういったものがすでに施行されておりますけれどもそれと組み合わせながらです、ね、不当な盛り土というのを盛り土させないそれから安全な盛り土の管理と。 まあそういったことを徹底していきたい。